ばんは。こんばんは。こんばんは。たんたんたん。ハートさん、トトイありがとう。ドラガンさん、音符ありがとう。エイトさん、サックスありがとう。赤緑さん、かわいいありがとう。暑いね、本当に。最近とっても気になってるんだ、気持ち。いらっしゃい。今日は 何配信やろ。久しぶりに開封ではない配信。暑いの。あー、エアコンあそこにある。今日困り、そう、困り悪いになっとる、ならんように気をつけとるんやけど、もともとの形がどちらかというと困り眉やけん難しいんよ。今日はまた口内炎が何日か前からあったんだけど、今日が一番ピークの日。ここやけん、そんなあれやけど、ここやったらもうめっちゃ痛いからさ、もうこっちやからまだマシ。噛まないよ。そうだね、噛んだらまた悪化しちゃうから。でもいつも口内ここの裏にできるから超痛いんですけど、まだこっちやったらね、我慢できるぐらいかなと思って、まだ大丈夫です。待って、リップのさ、あった、ちいかわの袋に入れてるメイクを。薬、そう、まだ塗ってない。大丈夫かなと思ったら悪化しちゃった。うん、あ、このボーって音、今さっきパンを焼いて、パン、あの作ったパンじゃないんですけど、温めるためにパンを焼いてたから今レンジがボーっと言っております。もーちゃんの合成うまかった？なんかね、意外とうまくできてしまってびっくりしたんよ、自分も。こんばんは、こんばんは。そう、もしにしました。なんか最初は名前も変えてなかったし、特技の技を変えてなかったんですけど、なんかこれってメールに通るのかなと思って、メールの検閲に引っかかるか不安で、そこも変えようと思って名前自体を変えたんですよ。変えたっていうか一文字変えただけなんだけど、そう、それで変えて、そう、技もうパンもうパンチ。それで、でもそれでも引っかかったらどうしようって思って、なんかメール引っかかると、引っかかったりするとマネージャーさんの全員に送られちゃうんですよ、引っかかった内容が。だから私のもしが全員のマネージャーさんに届くっていうリスクがあって、めっちゃそう恥ずかしいじゃん。なんかファンの方はいいじゃん、なんて言ったらいい、まあ、それでも何人かのマネージャーさんは私のメールを見てるかもしれないけど、担当の方とかね、自分の見てるかもしれないけど、なんか
引っかかって送られるっていうのが恥ずかしすぎて、なんか引っかかってなかったらまだ大丈夫だけど、引っかかってあの画像が来たら面白いじゃん。だからめっちゃ恐る恐る送りました。大丈夫かね、ちゃんと届くんかなみたいな、これと思って。よかったです、ちゃんと届いて。そう、そう、技名を、そう、なんかでもうまかったでしょ。でも意外と10分ぐらいで作れましたよ。そう、リスクを背負った。ちゃんと届いてよかった。そう、届かんかったらさ、ただ恥ずかしい思いをしてさ、なんか恥ずかしい思いをして、それでせっかく作ったのにファンの方にも届かんくてみたいな。パンチェサリは多分届くやろうなって思ったよ。いや、どうなんだろうと思って。お顔のサイズ感がぴったり、そう、ぴったりにしました。なんかそう、ツイートは絶対にできない。もうあれはもうメール限定だから、マジで。あれをツイッターにも投稿してしまったら、私はもう恥ずかしくて顔が真っ赤になるのでちょっとメール限定ということで。そう、そうですね、皆さんがもっと持っとってください。ももこ組さんが持っとってください。そう、でもね、もともと私が送る前から加工してくれてた方もいて、すごい上手に加工してくれてて。カホにします。カホにするの。そう、メールをね、取ってくださってる方がね、ちょっと見てもらえた。友達に見せてあげたの恥ずかしい。大事に持ってる、ありがとう。もうが好き。正しいメールの使い方。そう、メールはそうね、でも特別感を出せるから、メールって、そう、メールにしか送らないやつとかもあるからね。半目とかめっちゃすっぴんとか、古典の先生には見せないで。顔の表情が良かったですか？思い出、そう、思い出にしてもらって。明日のおはようは普通に可愛いやつですよ。 SR 系の激レア。そんなに。ないしょ。いたす、頑張ってるって言われちゃう。開放配信楽しかったですか？テーマ監督さん、ブラボー、ありがとう。コージさん、音符ありがとう。 DX さん、結婚してありがとう。福ちゃん、かわいい、ありがとう。トシさん、音符ありがとう。また顔まで見たい。楽しんでもらえてよかったです。
注意開封したあのカード逆に怖いわ。メール限定の写真のやつの画像のカード出てきたら恐怖よ本当。こんばんこんばんは。ちょっとラベル剥がしね。ちょっと上。キリ。にゃ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 。水分補給大事だね。大事。ラキくん会いたい。画像とかで見てない。蒸し暑くなった。あと広島はとっても雨が降ってて、今は晴れたん晴れたん晴れ雨降ってないんですけど、晴れてはないかもしれんな。今は雨降ってないけど、そう雷が昨日とか今日とかめっちゃな途中鳴ってたりとか、雨がすごくてすごい。もしもしの話今ちょっと前ぐらいにしとったんや。家の近くの雷大変、これから土砂降り。あそうよね、そうそうよね、過ぎてた。すごい天気が悪い日が続いとる。明日どうなんだろう。え、明日電車止まるかも。え、明日も雨なの。明日も雨なの。あ、そうなんだ。見てみよう。ちょっと晴れてほしいけど、そうだよね、もう3日連続の雨とかなったらもう嫌って感じよね。私も嫌だ。私のてるてる坊主さんが頑張ってくれるはずなんだけど。確かに梅雨って感じ、ほんと。大雨なんだ。今日も普通に結構降ってたのにな。そう、前髪、そうちゃんと別に分けようって思ったとかじゃなくて、今日も下ろしてたの前髪を。でももう雨のせいです。もうなんか髪がさ、そう、明日のあれ、わわわわ、このね iPad をずっと使い慣れてないのよね私は。そう湿気で、そうだから配信までに前髪が持ってくれなくて、もうこうなっちゃうの。保って、明日の天気、明日の天気、明日ね晴れにしたいんだけど、明日の天気、あ夜からなの？巻き髪が難しい時期、そうだね、やっぱストレートになっちゃうねこの時期は。まあでも全国的になんかすごい雨なんだね。てこてね、ありがとう。てこ大好き。ほんとや、明日ん今日やこれ、明日って30日か。日本海側がある。あそうなんだ、明日一日中雨なの。
本当だ。九州の方雷マークも名古屋もついとる。明日晴れなの、晴れなの沖縄だけらしい。曇りとかはあるけどね。広島ポチポチポチ。今日のこの暑そう。いやそうだよね、昼はそう晴れてほしいよね。ふわふわしちゃう、わかる。沖縄行くかって沖縄遠いね。九州なんかさっきめっちゃ雨強いって書いとったっけ、気をつけて。ね、明日はね朝が 60% でね、午前中が 80% で午後が 90% で夜も 90%。 もうこれはもうずっとだね。これはずっとだね。絶対傘を忘れずに。シャーベットが食べたくなる暑さにって書いてる一緒に沖縄、沖縄いいね、楽しかったよ沖縄。めっちゃ前やけど中学校のあれだから修学旅行。お天気お姉さん濡れるかな。でもお天気お姉さんになったらめっちゃ朝早いアイス食べたい、アイス食べたいね。あ、美ら海水族館行った。なんかそう、沖縄で魚釣りね、綺麗な魚多いよね。ほんと何言ったっけ、沖縄で。うん、ココアちゃんすごい。私はもう朝で番組とかに出たらもうね半目になりそうなぐらい眠たそうだから。夕方のお天気お姉さん、お夕方もあるのか。お天気お姉さんってめっちゃ早朝なイメージあったもんなんかお天気コーナーに映り込む役やろうかな。たまにいる人、カメラに。お昼もおるの？あ、そうなの？そうなんだ。朝だけってわけではないのね。こんばんは、こんばんは。頭にニコリついた。確かにこれ昔の娘キャスターやってるけど夜12時とかに、夜12時もうそれは寝る時間だよ。もう大変だよね。そうだよね、 お天気のあのニュースっていっぱいやってるもんね。すごい。資格、あ、即資格。コカさん4時起きで頑張ってるの、すごい。すごい。なんかもう早起きの時は頑張らんとな。こっちの携帯に沖縄とか行った時の写真ないんだよね。ないね。
合格率 5%？ めっちゃ難しい。びっくりしたよ。朝の早起きと夜のオールナイトならどっちが得意？オールナイトか、オールか。オール、どっちが得意なんだろう。でも逆にね、1時間とか2時間とか寝たらね、逆に目がパッて覚めるんですよ。なんか4時間ぐらい寝たら起きれないけど、3時間以内だったら逆にめっちゃ目がパチッて開けれるんですよ。仕事ってなったらですけど、普段は、今日本当？そうね、お昼とかまで寝とったらオールは全然できるけど、朝めっちゃ早く起きてオールしてって言われたらちょっと無理か。そう、もやももの天気予報間違ったこと言いそう。そう、なんか逆にね、あ、でもその代わり体は多分3時間とかって本当疲れてると思うんですけどね、目がパッて眠たくなってきたね。眠たくなる時間よね。数学や物理の問題、あ、ダメだ、もう物理も数学も苦手や最近は夜ゆっくり寝てる、寝れてる。うん、なんか寝れない日とかもあったけど、最近は寝てる、ちゃんと。ちょっと遅くなっちゃう日とかもあるけど、ダンスの練習とかで。こんばん、こんばんは。夢は本当に覚えてないの、最近。もうなんか、なんでだろうね、こんなにも覚えてないなんてっていうぐらい夢をね見た気がしないの。まちゃんの声って子守歌、嘘でも今日こんなにできてるからね、よりねちょっと滑舌悪いかもしれん、いつもよりも。喋りながら寝る朝7時起きで翌日は6時に来てくる。すごい。そう、熟睡、そう、確かにできてるのかな。ロングスリーパー、ロングスリーパーってさ、何時間ぐらい寝とる人なん？ショートスリーパーは3時間ぐらいやっけ。もがすき、もがすき、猫出しお姉さんっぽさが、ほんとやったね。ドラゴンさんライフありがとう。もっぴゃのもっぴーさんハートありがとう。コージさん結婚してありがとう。あ、10時間超え？もうね、もうね、11時間ぐらい寝んと目覚めないのよ。その仕事とかやったら起きれるの、でも休みの日とかやったら本当に目が覚めなくて農家ってそうなんかな、わかんない。なんかさ、みんなはさ8時間ぐらいさ寝とったら起きるの、自然に、自然にパチッと目が覚める。覚めない、寝る人もいるよね。でお前みほりんが7時には起きてるって言ってて、え、なんでそんな早く目が覚めるんだって。
寝すぎると頭痛くなる。そうなんよ。でもね、目がね、眠たいってなっちゃうよね。確かに疲れ具合。日本人は睡眠時間短い。え、そうなんだ。腰が痛くなったら寝るのも確かにしんどいよね。早く寝たらお休みの日では目が覚めて、すごい。あ、でももうね、小学校の時は10時に寝てね、8時か9時ぐらいに目が覚めてたからね、寝るのが遅くなったからなのかな。アンペア名前と昼ごろ来てる。じゃあみんな一緒なのかな。一回7時とかに、え、そう思うかも。一回7時とかに目覚めたりアラームかけるんよ。朝ツイートしてるから。暑くて目覚め、あ、それはわかる。朝を、なんか朝起きたらさ、イモステレビで体力測定、あ、再放送してたの。おーちゃん上位で頑張って、頑張ったよ。力はないからね、そこら辺はめっちゃ苦手なんだけどね。朝ツイートしたら、そう、その仕事がある日は起きるんですけど、なかったら寝てる。習慣になると目が覚める。すごい、わかるちゃん寝れる。なんかね、逆に小学校の時はここまで寝てなかったんだけど、高校生くらいになってより寝るようになっちゃった。そう、おーちゃんにお昼早く、お、嬉しい。お疲れ様です。お疲れ様です。朝ついてた、おやすみって言ってたの。うちそうになるよ。おやすみ。3週間頑張れば習慣つく。うわー、30分だ。難しいな。やっぱ学校とかがあると絶対同じ時間に行って、絶対同じ時間に帰るから、あれよね。8時過ぎに起きて、もうかす今日も早くて頑張ってるなと思ったけど、実はその時寝てる。いや、ちょっとお仕事の日はちゃんと来てるよ。でもその夜忙しかったりとか、時間帯が変わったりする仕事なんだから、朝早くて、めっちゃ朝早くてお昼ぐらいに終わる仕事もあれば、夜ぐらいに行ってめっちゃ遅く帰ってくる場合もあるし、一日中の場合もあるんですけど、結構時間が決まってない仕事だから、そう、結構あの生活習慣の崩れがたまに起こるか、めっちゃ寝不足の日々が続くかの二択。じゃあ朝ツイートの来たら二度寝しました。あら、朝ツイートあと二度寝が2回なって、どうだろう。でも今月とか忙しいから、そう、体内時計、そう、体内時計は本当に分かんなくなる。土日とかが休みってわけでもないから、本当休みの日も決まってないし、あのその週1週間ずっと仕事の日もあれば、1週間にお休みが多めの日もあったりとかして、そう、ランニング、え、ランニングしてる人はすごいなと思う。なんかランニングとか筋トレとか全然できてないから、月曜日とか、うん、今日が何曜日か全然分かってて、今日人が多かったりした、ああ今日土日かみたいな。今何時何分、え、10時20分、11時は絶対行ってないな、10時
10時45。土日はイベント、そうだね、土日祝はイベントのことが多いかもしれない。リズムが安定しないのって結構負担になると思うから、それに耐えられるのがすごい。ありがとう。でもね、あ、10時52分惜しい。でもね、私は平日が大好きなんよ。土日も好きなんですけど、そう、あ、その休みの日がって意味ね。そう、お休みの日があるなら私は平日の方が好きで、そう、私は人混みが苦手だから平日が好きなんですけど、だから逆に土日にみんなと会える方が好きなんよね。そう、私的には今とっても良いのかもしれない。確かに体内時計は狂うんですけどそうそう、いろいろ空いてるっていうで、土日はみんなと会ってみたいな。だから今の生活はね、そう、学校とか行ってた時はまあ平日は学校だったんですけど、そう、お店とかね、平日の都合のいい時に会えると変なストレスないまま会えるか。確かにそうよね、ほんと。あ、そう、まあでも確かにね、お友達とは会えなくて、そう、あと高校のお友達も今たまに遊んでるんですけど、どうしても土日が空いてなくて、なんか何日はって聞いてもらった時に、あーごめんって何回もこの日はちょっとみたいな LINE を送るのが心が痛いっていうのあるごめんねってなるよ。そう、それはねあるんですけど、そうそう、平日なら、そうだね、平日料金とかカラオケとか平日の方があるよね。そうそう、確かにお友達と遊ぶってなったら、あの日とかは合わないっていうのはあるんですけど、なかなかそれで高知に帰れなかったりとかもあるんですけど、両方の良さがあるよね。そうそう、メンバーとかとは遊びやすいですね。ゴールデンウィーク、確かにゴールデンウィークみんなと逆やけんね、どっちかっていうと。でもゴールデンウィークはみんなと会えるイベントが多いから、そう、ちょっと先の予定も分かんないとこが辛いとか。そうやね、なんかあの前、あのいつも私ね2日前とかに予定が分かることが多くて、だからもうめっちゃ急に高知に帰ることを決めるんですよ。最近ずっと行けてないんですけど、あの普通だったら1ヶ月前とかに、あの何日と何日空いてるみたいな言うはずなのに、ももは2日前とか3日前に何日空いてるって聞くから、その当然ね、みんななかなかそんな直前に言われても空いてないじゃん。そう、だからねむこちゃんにこの間聞いた時に、その時は帰ってないんですけど、結局あのバイトが入ってるっていうか、ももが多分もうちょっと早く言わないとバイトの休みが取れないからそう、そのバイトっていうのがみんなしてる、バイトっていうのがじゃない、バイトしてるからみんな、そう、ねむこちゃんにももっと早く言ってよってあのプンプンって怒られちゃったんですけど、なんかでもそれぐらい会いたいって思ってくれてるってことだから
嬉しいけど申し訳ないっていう気持ちにはなる。そうそうなんよ。そうそう、バイトってだいぶ前からね申告しとくじゃん。そう、そうそう、そう、シフトがね1ヶ月前とかから組むからね。同じバイト先で働くの。バイトのエース格になっちゃって1週間ぐらいに1週間前ぐらいの調整できる。すごー、何年かかるんだそれは、そこまでなるのにエース級に。すごい。そう、まあそういうね申し訳なさとかはあるんですけど、バイト上がりの後にカラオケね、確かに確かにあるんですけど、そう、でも平日も好きなんよねやっぱり。ねむこちゃんにしてそう、ねむこちゃんそれか知ってる子が入ってくれたら。いっぱいあるけど、会えるけど、私の親友ちゃんたちはなりそうにない。なれるとは思うんですけど、そう思ってなさそう。なりたいって、飲食関係とかならお仕事、そうだの、確かに。なんかお店さ行ってみたい、なんか友達とかがバイトしてるとこに行ってニヤニヤしたい。でも私バイトってどんな感じかね知らんのよ、やったことないから。絶対無理な気がする、超怒られる絶対。みそのましがさまかわいい、ほんまにサプライズで行ってみたい、うん、皿洗いしたら一皿一食無料とか、やってみたい。それはウェイトレス姿、私何がいいのかなって思った時にもう何がいいか分かんないの。なんか考え、友達とかがバイトする予定とかは一切ないんですけど、周りの子が本当にもう友達全員ってレベルでバイトしてるから、そう自分も考えるの、自分はバイトしたら何が合うんだろうって。でも一個もなくて、あこれもう一個もないと思ったらどうしようって思って、どうしようっていうか別にやる予定がないからいいんだけど、そうみんなできてるのに私にはできないかもしれない。カフェか、でもなんかお皿落としそう。イベント打ち上げでご飯屋さんで推しのショールーム見てたら お店のお姉さんに話しかけられたの。サーティワンめっちゃ、なんかでもめっちゃ手首の力いるっていうよね。すごくあのアイスが硬くないとあの丸めれないんよねアイスが、だからすごい大変って。どの仕事も絶対大変やろうけど、学校の同級生、あそうなの。すごいね、すでに就職、いやでもモモはアイドルだったから今 できてるかって言われたら分かんないんですけど、そんなちゃんと。でも今の仕事は、今の仕事とか今のアイドル生活は自分に合ってるからできるだけで、ワイモグラス飲もうとか怒られるかな、やっぱ
そう、綺麗にアイスもらうの大変そう。でももね、服とかそういうアクセサリーのお店とかやってみたいなってこの間思ったの。あとはメイクのメイクを売ってる店員さんとかのをやってみたいなと思ったけど、なんかこれとかお似合いそうですよとか、もう人見知りすぎて言えん気がして、あもうダメだーみたいな。もうコミュ力が似合うかな。でもなんかさそう、ぽやぽやすぎる店員さん、やだ。アパレルショップ、なんかそういう自分もさ、それ言われたくない人が多いと思う。あ、そうなの。なんかでもあれを聞かれた時にさ、私も結構お洋服を買いに行った時にズボンいっぱいなんか話しかけてもらうのはちょっと苦手だから、そのこれとかなんて言ったらいいんだろう、どういうのがいいと思いますかって聞いてもらえた時に言える人になりたいんですけど、なんかすごい緊張しちゃいそうだから。聞かれたら答え、そう、モカは多分そんな感じだと思う。基本自分がそうだから。モちゃんがめっちゃ美味しいコーヒー入れれるんでって書いてどうする、めっちゃまずかったら。そう、こんばんは。でもやってみたいですね、お洋服とかそういうの。お砂糖と塩、そうだね、しょっぱくなって怒られちゃう。でもなんか結構重いところもある、ご飯屋さんとか重いじゃないですか、結構。そう、それでもうこれヘタヘタってなりそう。握手会のお話し会の受付受付さん、あの方たちは一日のバイトさんなのかな、どうなんだろう、いつものずっとのスタッフさんなのかな、店員さん。でもカフェの店員さんっていうかカフェのバイトもしてみたいなとは思います。そうね、お盆2つはね、ほんとすごいよね。うまいっすってしっかり飲む、ほんと？メイドカフェ？メイドカフェ似合う？来てくれる？ちゃんと。まずかったら別の店員さんがコーヒー担当の時に来るかちゃう。桃が好き。もやもやキュンしてくれる、もやもやキュンかー。握手会のイベント会社に登録して仕事ある日にメール来るから入れる日行くっていうか、あそうよね。でもいやもうぜひ練習、やだね、そうやってみんながそういう雰囲気に今持っていこうとしたでしょ、バレてるよ。
接しないでよ。だってももアイドルだから。バイトの面接しなくても別に今アイドルだからいいもん。予定ないもん。バイトする予定ないからいいじゃん。いいの？だってもうももがバイトしたらアイドル続けられなくなっちゃうから。もう絶対バイトしないから、アイドルするから。アイドルしたいから。そうね、あのあれです、バイトの面接には行きません。副業でバイト。怒られるよ、バレた時逆にアイドルを続けられなくなってしまう。そうお仕事で確かにメイドさんする機会があったら、その時はその時のあれですね。だから大丈夫。おじのこのコスプレしたいけどね、お話し会とかでできたらいいんだけどな、ほんと。目標は40歳まで。40歳までアイドルしとったら多分公演は3曲ぐらい出るかな。今のはなんか副業解禁の流れ。え、そうなの？イエーイ。やだ、そしたら配信できなくなっちゃうじゃん。忙しくなっちゃって。やだ。推しの子、2期作成。ね、そう！もうすぐ決まっとったの、すごい。いつもちょっと期間が空いて2期決定することが多いのに、やっぱ人気だからすぐもう決まってるんだなって思って、めっちゃ楽しみ。コスプレするなら私は有馬かなちゃんがやりたいかな。スイパラ期間中にもうももちゃんもスイパラの店員さんね、店員さんしてみたいんよね。確かに曲どうなるんだろうね。かなちゃんすごくかわいいから、だから髪がちょっと長さが全然違うか。一日店長さんあるのかな、ボブにしないで、ね、赤髪になっちゃう、かなちゃんにしたら。今日見終わった。私も今日見た。そう。でも漫画ね、結構読んじゃって、全部は読んでないんですけど、気になっちゃって、推しの子の漫画をちょっと読、アニメより先まで見ちゃったんですよね。最後まで見、最後っていうか全部は見てないからあれだけど。おーちゃんのメニューしか楽しい。おーちゃんのメニュープラスなんかプラスなんか美味しいものいっぱいあると思うよ。ケーキとかも食べれるしね、食べ放題のやつやから。にゃん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 。ある程度読んでる。そう、ある程度ですね。途中で一回やめたんですけど。でもアニメやとちゃんと曲とかの動いてるところを見れるのがいいところよね。漫画ももちろんいいんだけど、パラダイスって響きがすごいいいよね、夢があるよね。ピーチサイダーに何があったか報告、うん、ぜひしてね。でバラに行けないのがまた来れる日来てね、いつか。もーちゃんの作った料理ね、食べてほしい。うまく作れるように練習しとかんといかんけど、もっと。
影になっちゃう。もちゃんが作った魚で海鮮丼ね、海鮮丼報告してね。スイパラ7月末とかやったっけ、あれどうやったっけ、もっともうちょっと少なかったっけ。ビーフストロガノフ、なんだそれは。開店からなんで選び放題、それは選び放題すぎる。頼んだらポケモンカード。ポケモンカード7月20日か、20日まで。東京は月末か、ありがとう。最近家で料理作ること、最近か、簡単なものならあるけど、しっかりは作れてないかな。でも料理は本当に好きで、料理を作るっていうことは好きで、なんかお店とかで食べた味を再現できるような人になりたい。あのカードのグリッチで作る欲しい、あれ。好きなんだ。そう、料理、自分で料理をすると自分好みの味に改造できるじゃん。もうなんかその作った人の好みになっちゃうからさ、だから自分の好きな味を作れるからいいよね。もし得点でいるかな、なんかわかる？そうそうよね、ほんと。例えば私はスクランブルエッグとか卵焼きとかは甘い方じゃなくて、だし巻き卵とか塩コショウで味付けした味が好きなんよ。そういうのを自分で勝手にね、そう入れる。チャーハンもね、そう美味しいよね。でも最近はあのあれよ、卵スープを家で作った時に、あんなお店みたいに卵が細くならなくて、なんかちょっとやっぱ自分で作るとなんて言ったらいい、かきたまスープみたいな見た目に、見た目というよりはちょっと卵って感じになっちゃうんだよね。あれはどうやってやるんだと。難しい。さし、もし欲しい、ほんと卵焼き甘くない、甘いのもね好きやけど、個人的にはそういう味付けとか。片栗粉入れたらいける、かき玉、かき、あれスープを厚くして卵を細くなる、細く、あ、そっか。美味しいパスタ作れる女子持ってます。あ、美味しいパスタでも、もう前作ったクリームパスタは美味しかったよ。まあそのパスタに限っては、そうですね、あのクリームた、なんかツナやったっけな、ツナのクリームパスタとかしか作ったことないけど、それは美味しかったかな。私がすごいクリームパスタばっかが大好きやから。卵が大きいのもとかか、そう美味しいんだけど、私は結構なんかサラサラみたいな卵が好きなんよ。片栗粉入れて細くしたらいいか、す、お箸とかに細くするのがコツか。ちょっとやってみよう。それがずっとうまくいかなくて、あとオムライスにも挑戦したことがあるんですけど、
IH だから IH で合ってるっけあれあれなんだっけ合ってるか そうふわふわ難しい。そうだからねめっちゃ動画見てあの割ったらふわーみたいなやつを作りたくて練習したけど、そう IH だから本当に作れなくて、あのふわふわっていうか普通の結構トロッとした普通に美味しいオムライスはできるけど、やっぱあの割ってピラーみたいなのはできなかったね。そう IH だと難しくてめっちゃ悔しいなって思ったことがある。作って味自体とか普通にトロトロして美味しかったんですけど、ああいうなんか理想なのまでにはたどり着かなかったそうしかも IH 端っこ熱が真ん中の方ばっか通っちゃうから難しい。ガスコンロね買わん。かーきんたかきたまスープ割ってピランはむずいけど真ん中で鍋巻くみたいですね。あのドレスみたいなやつ、ドレス、なんかドレスみたいな名前じゃなかったっけ。そう、なんか秋田湾のレシピの作り方、そう、あのもうお店級にサラサラの卵作りたいけど、あのお店はどうやって作ってるんだろう。やっぱ家で作るとちょっとだけ卵が大きくなっちゃうんだよな。オムライス私絶対ケチャップが好きなの。花嫁修了中みたい。でもなんか料理は大事よね、できる方が。まあ卵だけ、そうやね、卵が値上がり中。ちょっと修了したいな。そう、中華風、中華スープの卵が入ってるやつが超好きやけん、ちょっと頑張ってみたいな。桃が好き、桃が好き。そう、お料理教室ね行きたいんよ私、本当に。クックパッドライブってそう、まだ出たことないね。ちょっとでも今自信はないけど、ないけれども、もうちょっと練習せんと全然うまいから。みんな私ってさ、なんかすごいさ料理できなさそうじゃん。なんか運動神経も悪そうって言われるし、なんかなんか料理とかも多分そんな上手そうに見えないと思うから、ちょっとそこはね、あ、意外とうまいぞってなるようにしたいんですよね。何オーロラソース、メールでの写真での手作り料理もしめっちゃたまーに送るよね。めっちゃたまに。フライパン重くて持てなさそう。持てるわさすがにフライパンもう持てんかったらもうダメよ、もう料理始まらん。
お菓子作るの得意そうに見える。本当？でもクッキー、モーカのクッキー結構美味しいですよ。桃の味好みにしちゃうんですけどね。めっちゃ自分好みにしちゃうからあれだけど。でも結構サクサクとか。負けず嫌いだし、きちっとちゃんとやる。本当？運動神経良さそうに見える。よかったよかった。よかったよかった。イメージって結構そんな感じなのかなって思って。甘さ控え、甘さ、私の料理甘さ控えめですよ。お菓子も全部サクサク美味しそう。そうサクサクとか、私結構硬い、本当に家庭ながらの味のクッキーが好きなんですよ。だからちょっと逆にちょっとだけ硬めにしたりとか、あとめっちゃいいバター使ったら味も美味しいよね。バターの味がする。あとレアチーズケーキもいい、ね、美味しい。副部長だから英語できると思った。あ、それはできない。それはできない。ぽやってる時別にそんなに。でもまあなんかめっちゃ眠い時と起きてる時だいぶなんか違うよね。やっぱ私も思う。いいバタ、そういいバタ。初めて作ったクッキー、口の中の水分全部持っていくやつになった。そう。あら。でもクッキーはチョコ、チョコ入れたりするのかな。クッキーはね、そうね、ココアパウダーを混ぜる場合もあるけど、基本プレーンのクッキーが好きかな。うん、そうだね。シールのバター使ったら最高。そうなんや。私クッキーを作るときさ、人にあげる予定がなかったら、あのマーガリンで作るんですよ。クッキーとかお菓子も作れるマーガリンを買う、安いから。でも人にあげるようだったらちょっといいバター買おうかなって思うよね。バター高級だから。素材の味が生きてるクッキー、そう美味しいのよ。とっても美味しい。だからすごい自分で作ったクッキーの味っていうか家庭のクッキーの味とか好き。わかる。そう、そうバターを使うと美味しいの。すごいバターの味がいっぱいするから。マーガリンも美味しいんだけどね、ちょっと高いから自分用で食べるには。バター風味のマーガリン、うん、そう多分そんな感じのやつじゃないかな。なんかクッキーも作れるよーみたいなやついつも買ってる。そう無塩バター、そうそう。でも無塩バターねちょっとお高いじゃないですか。だからねめったに買えないんですけど。スクランブルエッグバター入れると、わかる。スクランブルエッグにちょっとだけ牛乳入れて、で塩コショウ入れて、でちょっとバター入れたらもうほんと、まあ、あの太っちゃうんですけど美味しいんですよ。ガーリックライス作るときによくバター風味に混ぜる。そう美味しいよねバターに混ぜたら。カドバターは無敵。そうバターは無敵だよ本当。私あとカナダのポテトが超好きなんよ。本当に好物って、あのちゃんと英語部の活動をしてた時に、あちゃんとっていうか英語部の活動を中学校の時してた時に、実は調理実習もあったんよ。びっくりでしょ、英語部なのに調理実習があるなんて。1回か2回しかやってないんですけど。最近ニンニク食べてない。お仕事とかある時食べてないかな基本。
そう、なんで調理実習あるんだって感じだよね、英語部が。でも英語で話しながら調理でもなくて、ALT の先生がその時作った時はカナダの先生とジャマイカの先生だったかな、の先生が ALT の先生だったんですけど、その国の料理を作ろうっていう、そう、日が1年に1回ぐらいあったんですよ。もう本当に美味しいんです。それがめっちゃ自分の中で楽しみの日というか、自分でちゃんと買ってきて自分たちで作る、教えてもらう。そう、まあ、英語は喋ってないんですけどインターナショナル、そう、そこで教えてもらったポテトが美味しくてね、家でも作れるんですけど、ウィスターソースだったっけ、違う、デミグラスソースに、違うまずまずそれカナダのポテトやったかな、水入れて、水の中にコンソメの四角いやつ入れてレンジで温めて溶かして、でそこにバターをまあ自分の好きな分ぐらい入れて、それでまた溶かして、バター多めだったら美味しいんですけど、それにデミグラスソースを温めて追加して入れて混ぜ混ぜして、それをポテトにバーってかけるの、もういっぱいの量をかけて、でチーズ乗せて溶かすっていう、料理自体めっちゃ簡単で、そう、そんなに時間がなかったから簡単な料理で、あともう一個は多分餃子の皮でピザみたいなの作ったかな、多分、うん、覚えてる、だってあれからずっと自分で作って食べてるから半年に1回ぐらい作って食べてるんですけど、本当に美味しくて、名前忘れちゃったけど、うん、多分カロリーはちょっとやばいかもしれん。もう11時半か、あらら、40分になったら読もうかな。そう、そうそう、ディップするんじゃなくて、もうズワーってもうかかってひたひた。分かった、今度作ったら送る。うん、私の中ですごい気に入って、もう作ってみてほしい、もんめっちゃ美味しいよ、めっちゃ簡単やし、まあ一番はちゃんとフライパンとかそういうものでソースを作った方がいいのか、けどもし時間がなかったら全部レンジで温めちゃえばすぐできますすぐ終わる。美味しいよ。あと餃子の皮でピザ作るのもすごい美味しいよね。レシピ読めるまたもし作った時に送りますね。でももう基本本当にコンソメの四角のやつを溶かしてバター入れてデミグラスソース入れて全部温めて、でポテトにかけてチーズ乗せるだけっていう、ほんと全然フライパンでも作れるみたいなやつ。パリパリのピザ、そうそう、できるよね。それはカナダじゃなかった、それジャマイカだったのかな、どうだったんだろう。でもほんとその時に年によって ALT の先生とか変わるから、その後はそのケニアの先生とかインドの先生とかいろんな方と話してすごい楽しかった。こんばんは、こんばんは。インターナショナル、そうなのそうなの、
和食もしそう、和食も大好き大好き。魚の塩焼きとか鮭とか南蛮焼きとかもういろいろ美味しいよね。さすが英語、英語は喋れてないけど交流はできたから。結婚してご飯作った。ご飯はね結構頑張れると思うんですけども、かカイセン丼が食べたくなった。そう、確かこんな時間に海鮮丼したら、海鮮丼したらじゃない、あのあれしたの調べたらカナダの伝説チーズポテト、プーティン。そう、ありがとう調べてくれて。プーティンってそう料理なの、プーティンっていう、ありがとうね、そう思い出したよ私も聞いてっていう料理の名前。そうそうそう、桃が好き、桃が好き。初めて聞く？私もねあんま売ってるのは見たことないけど、一回だけあの姉ちゃんと本当中学校の時読売ランド行った時に売ってたから食べた気がする。このプーチンさんじゃない、プーティン。私は結構ね美味しすぎてそれを家族に振る舞ってたね、めっちゃ。ベッカーズっていうハンバーガーチェーンで食べる。そうなんだ。ソースの、あ、バリエーションがあるんだ。私は多分あのあの多分作ったやつをずっと食べてるのかな。おいしい。夜食にぴったりだけど、多分夜食に食べたらすごいすごいカロリーが。ちょこっと小腹が空いた時に食べるとすっごい美味しいんですけど。前後伸ばすの？ううん、今伸ばしてないよ、開けとるだけよ。広島にはないのか。うどんで我慢しよう。おじゃん、ちょっとこの話をしたら食べたくなっちゃった。食べたくなった。お腹空いちゃったよ。配信終わった後に食べたらダメ。大丈夫、ポテト持ってないから今。ポテトお家にないから大丈夫だよ、みんなさすがに。今日はないんだポテトも、ウーバー塩ラーメンもないんだ今日は。お菓子ならあるけどね、うん、カップラーメンも持ってないんだ。そう、ストックはない。あと久しぶりにポテトサラダが食べたくなった。やばい、もうお腹すいた。お腹すきました。もう自分から話しといてなんですが、あのねポテトサラダってね家で作るとめっちゃ美味しいんだよ。もうねあのスーパーのポテトサラダの美味しさもあるんですけど、もう自分家で作るポテトサラダって本当に美味しくて、もうポテトっていうかじゃがいもをもう全部あの煮て潰してんで
きゅうり入れてハム入れて、まあそれはお好みなんですけど、ツナも入れたら美味しいんですけど、もうそこにマヨネーズをもうダーって入れて、で塩入れたらもうほんとね、シンプルにじゃがいもの美味しさが出てて、そうじゃがいもが強めになるから、そのじゃがいも本来の味が美味しくて本当に美味しいの。そうお店のも美味しいけど、またそれとは違った美味しさがあるの。うん、すごい食べたい今。どうしよう。チャーシュー入れるも美味しそう。それはとっても、潰し具合、そう私はもう完全に、あそうポテトサラダって結構お店で買ったりしたら、あのじゃがいもの形が残ってたりもするんですけど、個人的な好みはもう完全に潰すのが好きなんよね、じゃがいもを。私のこだわりが強いんかもしれない。今日食べ、あ今日作ったの、いいな、めっちゃ食べたくなった。もうじゃがいも買ってくればよかった今日。あるんかな、ちょっとあったら明日朝早く起きれたら作りたい。で明日お仕事あるから、あとダンスの練習とかもしなきゃいけないけど、じゃがいもの芋七味甘いをかけて美味しいよね、じゃがバターね、ゴロッと残ってるいい、ね、でもそれぞれよね本当に。ポテサラのために朝早くと起きるもん。わかんないけど。でもダンスの練習を今日の夜に回すか明日の朝に回すかはずっと悩んでる。どうしようかなって、どこかではやるんですけど、生クリーム入れたら美味しそうだね。じゃがりが、じゃがりが美味しいよね。ね、確かに朝、朝っていうかその午前中にダンス練習とかもありますね。夜眠れんかったら夜に回すし、眠れたら朝とかにするか、朝っていう、あすっごい早朝ではないかもしれないんですけど、お仕事の時間までにやるって感じか。明日はその時間があるの、時間というかお仕事の時間の前にちょっとダンス練習できたらいいなって思ってます。そう夜中したらね、めちゃダンスしたらお腹空いちゃうよね。すごい僕恋公演に出るってなった時にすっごい 夜中ずっと踊ってたんですよ。お昼は仕事があったからもう覚える時間がなくて、ただただ夜覚える時間、夜しかなかったんですけど、時間がもうめっちゃお菓子食べたくなっとった気がする。なんならなんかポップコーンとか食べとった気がする。下のことは捨てれて僕と先輩のシーンです。お、いいね、寝れたらね寝た方がいいのかなって思います。夜はお腹すくよね、起きとったら。寝たら全然お腹すかんのに、ね、暑い。百之助さん、サックスありがとう。ケンさん、かわいいありがとう。メガバイトちゃん、かわいいありがとう。現場監督さん、サクサありがとう。ここまで踊れたらポップコーン一個的な自信。おお、いいね。でも少なそう。もう一つの人一秒覚えたら一口食べそう。動いたらなんか少そう。
こんにゃくゼリーもね、いいよね。ちゃんと噛まんといかんけど。では、そろそろ読んでいこうかな。13位のふみあたまくふふさん、ありがとう。12位のわわるしさん、ありがとう。11位のふくちゃん、ありがとう。でこなしもじゃかい、ありがとう。10位のドラガンさん、ありがとう。おもちゃんの作った料理食べてみたいな、美味しそう。またね、そういうイベントができたらお待ちしてます。9位のきびだんぐひこにさん、ありがとう。8位のゼタンさん、ありがとう。ももの作ったクッキー食べたい。おお、食べてほしい。結構クッキーは美味しいはず。ありがとう。7位の現場監督さん、ありがとう。1日の最後はももちゃんの配信のルーティンをルーティン化してくれてありがとう。ずっと待ってるやん。ちょっと大丈夫かな。ちょっと読み直すね、変わっちゃった。13位のドラガンさん、ありがとう。12位のきびだんごひこ兄さん、ありがとう。11位の現場監督さん、ありがとう。10位のマッピアノのっぴさん、ありがとう。ももちゃんはアイドルも料理も満点以上。ありがとう。写真もアクスターにしてくれてる、ありがとう。9位のタレイモさん、ありがとう。8位のゼータンさん、ありがとう。7位のまぼるしさん、ありがとう。6位のふみやとマークうふふさん、ありがとう。5位のたかきさん、ありがとう。今日もかわいいもちゃんの配信を教えて、ゆうせいと大好き、ありがとう。4位のけんさん、ありがとう。3位のももまささん、ありがとう。2位のとしさん、ありがとう。でも私、上半期分の多くが大必須。すやあら、上半期はもう言ってくれないの？待ってるよ、また。もう終わる？もうちょっとで終わるっけ。いっぱい言ってね、毎日。1位のコウジさん、ありがとう。今日ももちゃんが世界一かわいいよ、ありがとう。嬉しい、いつも。ありがとうございました。おやすみ。ありがとう、今日も。上半期は明日で終わりなの？明日で終わりなの？じゃあ明日はどうかな。そっか、もうそんな時期か。早いね。配信ありがとう。またお話ししましょう。おやすみなさい。また明日。もう7月、そうか、早いな。ちょっと忘れとった。もうちょっとで7月なん。バイバイ。またねー。